皆様、こんにちは。溝上でございます。 溝上真一の教育論動画チャンネルナンバー17新長の紹介の企画でございます。本日はパート10といたしまして、有沢石山先生のかごめの人事改革、戦略人事とサステナブル人事による人的資本経営と題するご著書ですね。この教育論からすればトランジションの先、仕事の世界で起こっていることをご紹介する新、まあ、長のご紹介でございます。はい。あの石山先生にインタビューをお願いしておりまして、石山 先生この動画チャンネルを何回かご登壇いただいておりまして、法政大学の大学院政策創造研究科の教授でいらっしゃいます。あの、この動画チャンネルでは、えー、まあ、同じくその新著の紹介で、えー、越境学習入門についてお話をいただいております。あの、説明欄に URL を貼っておきますので、えー、まだご覧になってない方はぜひ見てください。石山先生とっても素敵な先生でですね、もうインタビューしててもこっちはもうすごく考えさせれてめちゃくちゃ面白い、あの、私の大好きな先生。 一人でございます。あの、石山先生には、あの、えー、忙しいながでも多くの仕事をする学者のコツという、えー、ところでもお話をいただいて、結構無理をお願いしております。はい。えっ、ー、と、本日はですね、えー、有沢さんと協調で出されました、え、カゴメの人事改革について、えー、お話をいただいております。あの、まあ、 えー、20分弱でお話まとめておりますので、えー、それを聞いて面白いと思った方はですね、あの、やはりあの、この、えー、本を取ってですね、読まれた方が勉強になるかと思います。はい。それでは、あの、お話伺っていきましょう。 有名なミルトン・フリードマンという人がですね、要はあの企業ってあのお金を儲けることが仕事であって、そうすると例えばこう CSR みたいな社会貢献することはそもそもお金を儲けないことだから悪だみたいな、ちょっとそういうことがですね、株主資本主義の前提に。 ありましてそうするともう格差みたいなものがどうしようもなくなってきているっていうような流れが前提としてあると思うんですね。なんですけれども、その企業ってそもそもこう、ステークホルダー、株主のみならず、社会やお客様や従業員、まあこういったものに価値を生み出すってことがそもそも企業の目的なんじゃないかとかですね。まあとはいえですね、 まあちょっとそれって結構綺麗事かもしれないということで、まあグリーンウォッシュとかウォークウォッシュって言われたりするんですけども、まあ企業はこう綺麗事でそれ言ってるんじゃないかみたいな懸念ももちろんありますと。まあ、ところがそれに対して日本でこう散歩良しっていうのがちょっとありまして、昔からですね、あの、売り手だけじゃなくて、 その社会とか買い手にとってもいいってことが大事だよってことは言ってたので、じゃあ日本ってもともとこうステークホルダー資本主義だったんじゃないのかっていう話もあるんですけども、でもこう日本がそれで全ていいかっていうと、ちょっと私の問題意識としてはこの日本って確かにこう三方良しの中で売り手良しって言ったりするんですけども、売り手って売り手の中に 売り手の会社っていう中に、例えば社員っていう存在がなかったり、一緒一緒くたになってるんですよね。そうすると、日本って、その、要は逆に言うと会社の同質性が強すぎてっていうようなお話もありますんで、あの、日本型が全ていいわけじゃないと。でも、こう、アメリカとかイギリスのようなアングロサクソン型だと、さっき言ったようなその株主資本主義とか、あの、そういったものが強すぎる。 となってくると、じゃあどうするんだっていうことで正解があるわけじゃないんですけども、まあみんながそれを考えなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。一方で、その日本の人事のもう一つのその問題っていうのはさっき言ったこう、あの横並び現象で、まあ流行人事だと思ってるんですけども、特にその流行っていうのが、実はその、社員の学びとか、例えば社員の モチベーションとかそういうことを考えているよりも、実はこう賃金で横並びになってるんじゃないのかなっていうふうに思ってまして、例えばこう成果主義やジョブ型っていうのも、実はこう賃金制度をいじりたいから、あの入ってきてるんじゃないかっていう気もするわけですよね。まあそういった中で最近でうとこう伊藤レポートがあって、まあもっと人を大事にしましょうっていうことで、こう人的資本経営みたいなことをやってるんですけども、これもちょっとあの言葉遊びになっちゃいけないと思ってまして、あの、 イトレポートの中も、トレポートいいことも書いてあるんですけども、ちょっと例えばですね、人的資本だと人を競争優位の源泉と考えると、人的資源だと人はコストって考えるから良くないとかって言ったりしてるんですけども、人的資本ってこう、労働経済学などの学問領域の話で、人的資源はあの、経営学の話なんですよね。まあ、それとちょっと私あの、経営学者だから言ってんだろうみたいなふうに思われるかもしれませんけども、あの、 経営学の中でも人的資源ってもともと人って大事だよねっていう話だったので、あの人材っていうと人を材料と考えるから、あの、ちょっとよ、よくないっていうことで、人は大事だからこう財産の財って言い換える会社が多いんですけども、あのそもそもの人材の財って、 あの辞書とか引いてもらうと分かると思うんですけども、もともと語源としては才能を意味しますでああそうそう。そうですよ。あの人材って材料の材じゃないですよ。そうですね。だからもともと人材っていう言葉自体も非常にあの意味がある言葉だとす。ごいポジティブな言葉ですよ、これ。ねうん、むしろこう財産って言っちゃった時に、まあ人を大事にするっていうことではいいのかもしれませんけども、うん、まあ考え方によっては、なんか 社員って会社の持ち物なのかみたいなことで言うとですね、本当にこう社員を対等なステークホルダーと考えているのかっていう問題もあると思うんですね。だから言葉だけ言い換えればいいっていうわけじゃないと。日本ってですね、まあ大ぐくりで言うと、この適者生存っていうことで生き残った人を、人が生き残るっていうことを中心にしてるその人材管理なんじゃないかと思ってるんですけども、どういうことかっていうと、まず遅い選抜っていうことで、 まあ入社して数年でいきなりその人を、あの、いわゆるファストトラックと呼ばれる、こう選抜して、その人を徹底的にあの上に上げていくってことじゃなくて、まあ、新卒で入って、 で、あの、15年から20年ぐらいは、ちょっとゆっくり勝負してもらうと。で、この空白の石板っていうのは、ジョブ型とかメンバーシップ型を言ってる、こう、浜口先生っていう方がおっしゃってることなんですけども、本来、あの、雇用契約っていうのは、一番大事なのは何の仕事をしてもらうかっていうのを書くことが雇用契約なのに、まあ、日本のいわゆるその正社員っていうのは、何の仕事をしてもらいますよっていう部分が空白になってて、まあ、どんどん人事移動できると。で、これはちょっとかなり、あの、 特殊な状況なんで、これわざわざ空白の、その移動するたびに雇用契約が空白のまま塗り替えられていくということで、まあ、空白の石板と呼んでるんですね。で、そういったですね、あの長い時間かけて中央集権的に人事移動させるってことで言うと、人事部門の,あの権力というのはすごく強くなると。ただ、うん これがですね、そういう長い時間かけて、こう非公式なオンザジョブトレーニング、職場でいろいろトレーニングして、なおかつその人事異動自体がですね、いろんなキャリア、なんか長期間かけたキャリア形成になっているっていうふうに考えると、これ非常にあのいい面もあるんですけども、ただ裏を返すとですね、 長時間かけて生き残った人がタレントっていうことなんで、まあ、長く我慢して、ちょっと言い,言いたいことも言えない、露出的なものに合わせるっていう側面もあるっていう。まあ、カゴメさんも有沢さんが行く前は、 ちょっとそういった特徴がないこともなかったんですけども、そこでカゴメさんは人事改革をしましたと。いきなり何なか変えましょうってことじゃなくて、まず世界中のカゴメの現場を徹底的に回ってなん、何が課題があるか特定すると。でも、それ非常にこう、課題って複雑なんですけども、それを非常に誰にとってもわかるような一枚の絵にして、こうやって変えていきましょうっていうことを、あの、まず絵を作って、で、そのわかりやすく作ったところで、まず経営人に、 ここれ本当にこの課題解決するためにこれやらなききゃいいけませんんよねって巻き込んでいくとでただしそれって痛みを伴う改革だったりするんですけどもあのいきなりそれ下からやるとですねなんでこう下だけそんなひどい目に遭わせるんだってことになるんでまずそういう痛みを伴うことは役員とか経営陣からやってもらうと。 と同時に日本だけやるんじゃなくて、あの、カゴメは、まあ、グローバル企業なんで全世界同時にやりましたと。ただ何をやってるかっていうのは、こう隠れてコソコソやっちゃいけないので、徹底的に公開してやりましたと。で、そういう改革を進める中で、なおかつ現場と経営陣を連結する仕組みを作りながらこれを進めましたっていう、こういうふうにこう紐解けると思うんですね。うん、で、こう実際ですね、この、 特にこう戦略人事側ということで、経営と人事の改革をどうつなげたかというと、まずちょっとやあの上からの改革ということで、役員のところがですねあまりうまくいってなかったので、そこでちゃんと役員がですねあの実際にこうやったことに対してメリハリをつけるですねあのそういう人事制度を導入したと。で、これ、痛みもあったんですけれども、さらにそれをこうまずグローバルで、 あの、同じ仕事、グローバルの中で同じ仕事をしていたら同じ報酬が出るような体系で全世界を変えましたと。で、さらにまあ、いわゆるこう、キーポジションとかサクセッションプランとこう言われるわけですけども、あの、いわゆるその役員、 とか、非常にこう重要だって言われる仕事については、後継者をはっきり決めて、その後継者を徹底的にこう教育していくっていう仕組みを入れ、で、その経営レベルの上のレベルのポジションについては、こう報酬委員会っていうことで、あの、社外役員、社外取締役がですね、まあ実際にそれを、あの、社外の目で、あの、報酬も決めていくと。で、こういった、そのいわゆるこうガラス張りの改革を海外も同時にやったっていうところが、 まあ、戦略人事、経営と人事を直結させる今回の肝だったんですね。で、一方、サステナブル人事っていうことも同時にやっていて、要はその経営と人事をその直結させるだけじゃなくて、あの、先ほど申し上げたですね、あの、ステークホルダー資本主義っていうことで、会社っていうのは、あの、利益を上げるための存在なのか、それともこう、ステークホルダー、 全体に価値を提供していく存在なのかっていうと、ステークホルダー資本主義に基づいて全体に価値を提供していくってなっていくと、まあ社員もステークホルダーの一つ一人ですので、そういったこう社員を尊重する施策を行う。さらにこう地球環境、社会に貢献する施策を行う。で、その場合のサステナブル人事っていうのは、利益っていうのは短期的な利益じゃなくて、要はステークホルダーに 貢献する会社というものが長期間持続性を持つという利益を大事にしているということで、まあそうなってくるとこうやることが、あの、すっかり変わってくるっていうことだと思うんですね。で、この、あの、戦略人事とともに、この個人を尊重するというサステナブル人事っていうのを同時に行ったっていうのが、こう、カゴメさんのすごいところかなと思ってまして、で、あの、カゴメさんの考え方で言うと、 働き方改革っていうと、ちょっとですね、その個人を尊重してるっていうことには、言葉としてなりにくいと。むしろ個人から見ると、それは暮らし方改革であり、生き方改革であるから、個人の暮らし方改革、生き方改革になるような人事をやりましょうっていうことなんですね。それってあの個人の、例えば、私生活みたいなことも、あるいはこう自由な選択っていうのを最大限に尊重するっていうことなので、例えばこうキャリアとしては、あの、 いわゆるこう副業も認めるし、例えば副線化っていうことで専門職、あるいはこう、LINE の LINE マネジメント職っていうのを副線的に行えるような仕組みを作ったり、まあ、あの、例えばです、いつでもどこでも働けるっていうことでスーパーフレックスやテレワークを導入したりってことなんですけども、まあ私すごく、 発的だと思うのは地域カードですよね。あの、やっぱり日本の人事部ってどうしてもですね、その人事異動っていうのを重視する傾向があるので、事例一本で転勤してくださいと。で、その場合、単身赴任になっちゃうけど、あの、単身赴任になるっていうデメリットよりも、あの、会社のために移動するっていうことが大事ですよねっていう、ちょっとそういう考え方があると思うんですけども、あの、 カゴメの場合はこの地域カードっていうのを切るとですね、あの一定の期間、前、あの一枚切ると3年なんですけども、今いる場所に入れるか、あるいは自分の希望する場所に入れるかっていうことで、その働ける地域を選択できる仕組みを入れたんですね。これは結構有沢さんがですね、あのカゴメの現地法人の人事部の人たちと話したときに、いや、日本っていうのは単身赴任っていうものがあって、 あの、それは、こう、何かっていうと、 あの、ちょっとその家族と違うところに住むんだけども、月曜から金曜は一人で住んでて、で、週末だけはなんか洗濯物とか持ちながらこう家に帰って、で、こう家で洗濯物を洗ってまた帰れて、まあ週末だけはですね、一緒に家族と入れるんですよみたいなことをなんか現地法人の人たちに説明したら、みんな世界中の人がびっくりして、なんかそれはパニッシュメントかトーチャーかとかって言ってなんか罰を与えてるのか拷問してるのかみたいな。 のことを言ったらしいんで、すねでちょっと有沢さんが、まあ、考えてみると、これってこう日本の常識だけど世界の非常識だよねっていうことで、まあこういう仕組みを入れていったということらしいんですね。まああとですね、あのこのカゴメの改革って実はそのコーポレートガバナンスと言われる、今のその企業のですね、 あの、経営のあり方の指針というものと、実は結構ですね、連動していて、あの、例えばこれ、あの、コーポレートガバナンスコードっていうことで、その企業経営をですね、どうやっていくかっていう指針っていうのはちょっとはっきり打ち出されているんですけども、 例えばこれはですね、報酬指名委員会ということで、例えば社外取締役が独立的に透明に、その企業の経営というものにちゃんと意見を言いますと。その時に、あの内部で勝手にやるんじゃなくて、先ほど申し上げたその、えー、サクセッションプラン、後継者を決めるようなキーポジションをはどんなものがキーポジションで、その後継者の状況ってどうなってるか、 でそのためにどんな人材要件が必要で、で、それに対してはどんな経験とかキャリアパスが必要で、じゃあ現在の人材の状況はどうなっているのかって、これはですね、あの、カゴミさんだけで勝手に決めてるわけじゃなくて、ちゃんとこの報酬指名委員会っていうのが、その企業経営の透明性に、あの、それに資するために、実際、あの、投資をしてそこでこう、すり合わせてるということもやってるんですね。で、 こういった仕組みというのを、さらに、まあ、これ、有沢さんの言葉で言うと、ダメ押しっていうことになるんですけども、カゴメの中で実現、実現するために入れているのが、この HR ビジネスパートナーの機能ということで、これはですね、まあ、いわゆるこう人事部の現場に貼り付いている役割のことを HR ビジネスパートナーと言ってまして、まあ、カゴメさんの内部では人材育成担当って呼んでるんですけども、 えっと、これはですね、カゴメの生産イノベーション部門と営業部門と本社部門で、あの、1名ずつ選任されてて、3名いるんですけども、もともとこういう人たちはいなかったと。ただ、その有沢さんがこの人たちを3人選任しまして、で、この人たちは人事部の人じゃなくてですね、もうちょっとでそれぞれの部門で役員とかになりそうな、もう現場でバリバリ働いてた人を引っこ抜いて、この、 hr ビジネスパートナーにしたと。ただその時にこう選んだ専任基準っていうのがですね、まあ現場経験も豊富で、まああの本部と経営をつなげる人であって、まあ一番大事なのはこの人たちに個人の成長を心から願える人間性があるかどうかっていうことなんですよね。で、そうすると何が起こるかっていうと、この hr ビジネスパートナーの人が、 この人材会議っていうところに入って、実際のこう人事移動とか昇進とかも全部決めるんですけど、まあこの人材会議っていうのはですね、あの、もう本当にあの、えっと、まあ社長とか役員とか数名プラスこの HR ビジネスで決めていくんですけども、その時にですね、例えばその、経営側がこの人を、 ここに移動させたいって言ったとしても、例えば HR ビジネスパートナーがですね、いや、その人移動させたらダメですと。私はその現場でその人といろいろ話して聞いてますと。そうすると、今その人ちょっと家族が病気になり始めたんで、今看護してるんですけども、おそらく半年ぐらいすると、介護短時間勤務か介護休職になるでしょうと。だからそんな時にこの人を移動させたら、この人の生活がめちゃめちゃになっちゃうんで、これはあの、見送ってくださいみたいなことを言ったりするわけですね。 そうすると、この HR ビジネスパートナーが、うんって言わない限り、その移動っていうのは行われないということで、まあ、こういった機能があることによって、現場とですね、経営が結ばれていくということになるわけですね。まあ、まとめますとですね、こういうそのコーポレートガバナンスの指針っていうものがある中で、 それとこう戦略人事とこうサステナブル人事というものに分かれていくんですけども、それってあの、この戦略人事とかサステナブル人事を実現するためには企業理念との整合や情報上から改革していく、それを徹底して公開するってことが大事なんですけども、それを経営と人事の責任者だけじゃなくて、さっきの HR ビジネスパートナーで三味一体で行っていくっていうことが大事なんじゃないかと思ってますと。 でこれが実現するとタレントマネージメントっていうことも実現すると思うんですけども。